鶴岡八幡宮。武家社会が誕生した鎌倉時代、かつて鎌倉の地は国の中心でした。その当時、鎌倉の守り神、武士の守り神として人々の精神の拠り所となっていたのが、ここ鶴岡八幡宮です。この場所を起点に、鎌倉では今に残る多くの歴史や文化が生まれ、武士の都が栄えていきました。戊辰座800年余り、鎌倉の文化の起点として鎌倉と共に歩みを進めてまいります。私たちは毎日の生活において知らず知らずのうちに罪を犯しているのではないでしょうか。何気ない一言が人を傷つけているかもしれません。それは私たちに豚、人、血の三毒が備わっているからです。仏教における懺悔文をこちらに記しました。こちらの懺悔文を閻魔様の前にて合唱して、心静かに三度唱えると、今まで犯した罪はすべて許されると言われております。円の字で心をリセットしてから、こちらの長谷寺に行き、心新たに願い事を叶えるといいと言われているそうです。突然ですが、占ってもいいですかという番組で、木下レオンさんという占い師の方が、ここ鎌倉の回り方っていうのをテレビでやっておりまして、まさに今回この順番通りに回っているところでございます。長谷寺は階段を一段一段噛みしめて、上へ上へと登って向かっていきます。そうすると観音様が待っていらっしゃいますね。そしてここ長谷寺は一年中お花が絶えないそうです。常にお花が咲いていると言われています。懺悔をしてから心をリセットして、こちら長谷寺に来ると、観音様がおられます。そしてこの観音様というのは、日本全国で杖を持つ観音様はここにしかいないそうです。どうして杖を持っているのかというと、その杖をつきながら、こちらの観音様は鎌倉の大仏へと思いを届けに向かっていただけるそうです。さて、鶴岡八幡宮、円の字、長谷寺と回りまして、最後に来るのはここ高徳院にあります鎌倉大仏です。鎌倉大仏は別名阿弥陀如来坐像とも呼ばれているそうです。大きさは奈良の大仏と比べると少し小さめではあるんですけれども、高さは約11メートル、重さはなんと121もあるそうですね。鎌倉の大仏様はお線香の香りがとても好きということで、私がここに来たよっていうのを知らせるために、ぜひここにいらした際にはお線香を焚いてあげてください。
ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いいたします。そしてツイッターもフォローしてね。またねー。